いきましょう。第135回ランキングバトル決勝戦、セナコバーサスドグラ、メインスレイヤースレイヤードグラ、結構分かってます。スレイヤーの動き、とりあえず歩きで自分の距離、ピーマッパ先端ぐらいの距離まで寄る。立ち合い下からノーバーヘッド、これもファジー下から、これはキーパスをザックンスキー、うやむやのうちにこのスニーカー、おっと投げ返す、めくり、何それ、反撃できるのかい。ジャック PA 下で背中がボーバーストでもしながら稼いだダメージ、ガードしている、最後はオーバーヘッドキッス、何一本でしたけども、いやーきなこネタを交えながら手堅く手堅く手堅くいっております。見える、6ピン、あーナイトレ、さらに投げを取ってめくり出た、フラッシュバックファイルした、おっとイルカマチ、メイにはまだこのイルカマチがある、いっぱい出てきた、勝ったのはテラコというわけで今回